オッケー。やったるぞ。あ、喉乾いてる。水取れるよ、これ。え、何これ、水も取れるの、これ。これ、あ、浄そっち。水器。どんだけ発展させてんの。やばいよ、ね、で、俺はまだまともに全然プレイできてなかったっていうのにさ、な、俺のハリボテをね、何倍も上回るハリボテより。キャンプを 作り上がってるんだからな。1割くらいしか手つけてないけど、ここは。てか、ここ はあほぼの、完成済これってさ、み。正確にはあなたのワークショップだけど、俺手出しできんの、これ。あ、できる。今、チーム入ってるから、そっか、チームだからダか。メージ入んないんじゃん。多分手出ししたらこのターレット一斉に撃ち始めると思なんか本当に容量マックス状態だね、これ。うよ。そうなんだよね。もうさ、この重要なのはこの中心部分にあるこのアルミニウム片を抽出する装置と、あとこの浄水器だからさ、これをセンターとして周りどんどん、なんだろう、ピラミッドみたいに囲んでいけばいいんじゃない？もう何も受けねえんだよ。そうなんだよね。じゃあもう、あ、そっか、タレットも置けないのか、じゃあ、もう。もう何も起きない。じゃあ今あるタレットを壊してより強力なタレットに置き換えるとか、そんぐらいか。まあそうだね。でも俺それやろうと思ったけど設計図ないからできないんだ。ああ、俺も設計図ね。あるわけない。あとあれだ、ドッグフードの効果3倍のやつ、やばい、やばい。取る必要ないと思って取ってないけど、どうなの？ これによってドッグフードが完全食とかすかドッグフード食べて無敵になられてると。これ HP75 回復するし、食料え、37%になるし、ドッグフード最強。病気かかんねえし、病感気染かしかなんいない。し。そう、病気かかんないのやばいよ。しばらくリボルバーの弾作って、リボルバーに助けてもらおうか。武器の修理したいな。それに武器の修理、粘着剤とかにそうそう、粘足り着なく剤なっがち全ゃう。然手に入んない。そう、ガムテープとかめっちゃ取ってきてんだけど、すぐなくなる。困ったもんだわ。ああ、もう足りない。粘着剤足りない。ワークショップで粘着剤取り放題みたいなのあればいいんだけど。ああ、それも、身を挺して誰かが取ってたら取りに行くぞ。惜しい。あ、間違った。パジャマ。今あるパジャマ、同じパジャマ作っちゃった。草。もうちょっとアイテム整理。ちょっととりあえずボルト76の方に行こうか、ファストトラベルで。先にファストトラベルしてくれたらこっちただの。おお、ははは。そっか。惜しいや、でもボルトはそもそもキャップ取られないけどさ。どうしようかな。なんかさ、近くでイベント発生してね。ベント？ザ・パス・トゥ・なんとか？そうそうそう。行くぞ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 。パジャマとマスクの変態。ジャンプ三人称で見たらもうマリオジャンプにしか見えないよ。めっちゃジャンプする。ねえ。あ、出アーた。マー状態悪かった。てかスイッチブレードも直すの忘れてた。あら。俺も手頃な近接武器が欲しい。さっき拾った銃でずっと戦ってる。近接は何か一つ強いのがあるといいんだけど、壊れやすいんだよな。本当よ。あれか、ホタル？これはドンパチするやつか？ドンパチするやつか？なんだ。おお、なんかいる。
なになに気持ち悪い。え、なにこいつ、金も。金も。初めて見たんだけど。放射能に汚染されたカエル。なにこれ、ホタル？え、北の国から。ホタル倒せばいいのこれ。ホタル別に何もしてこないけど。あ、ホタル倒して、駅を回収するんだ。またカエルいる。生体発光液。あー、すでに。カエル持ってたわ、さっき。うわー気持ち悪い。え、発酵液50個でしょ。え、50個もう多いな。50個をランプに補充。10分か、少な。ランプって、あ、どれだ、わかんない。そのランプはどこですか、ね、ああ、あ、卵じゃん、これいらねえ。これか、この塔の上か。ちょっと行ってみよう。なる。あ、卵しか落とさんな。うわーゴキブリ。ランプ、これランタンだ、違う。あ、まだ上かこれ。これ思いっきり溜めて上に登った方がいいかもね。めんどくさいな。あと40個多すぎ。あ、ホタル倒せねえ。ホタル倒せ。くそ。ホタル後ろに1匹飛んでる。あ、横にも1匹飛んでる。こっから当たるかな。当たる。ホタルも全然いなくない？うん、敵に50個集まるんこれ。意外といつの間にか10個集まってたから、手持ち確認してみたらどう。あ、カエル来た。てかカエルが一番持ってるんじゃないこれ。なんか4個とか落とすよね。3個。あ、ホタル来たわ。もっとバンバンやっちゃおう。生物発光液、これ6個しかねえよ。全然だ。地道に回収すっぞ。あと7分。こういうのやっていかないとね、全然アイテムが潤っていかないんだよな。うん。ああ、全然届かない。もっとカエル来い。こういう建物の中に、建物の中に発光液しまってあったりしねえかな。毒フード感あるよ。こんばんは。もう毒フードに目がないんでしょ今。そうだよ。待って、ボブルヘッドあった、この家の2階。マジ？イエーイ。もう俺ボブルヘッドを手に入れてっても使ってないんだけどさ。ね、あれ期限無限のやつは使っちゃっていいんじゃない？期限ってか効果時間が。有限と無限のものがある感じ。うん、あのタイマーマークついてるやつがいい。なるほど。てかカエルたくさん来てる。カエルたくさん来てる。マジ？あれボブルヘッド見つかんねえんだけど。机に置いてあるけど、これ俺が取っちゃったらダメな感じもしかして。俺一回もうここ来て取ったかな。覚えてないわ。あ、待って、ここにもボブルヘッドあるけど。ほんとだ、取った。あ、消えたわ。あ、消えるんだ。うん。今のところ手に入れてるボブルヘッドさ、全部なんだろう、一定時間系。なんかタイマーついてるやつ。そうそう、なんか1時間うんたらかんたらとか。俺なんかタイマーとか何もついてないのと拾った。あと何個だ。9個しか持ってない俺。おーおーおー、結構ギリギリだぞ。あと19個。慢性的粘着剤不足。全然さあ。地味なイベントだな。こんな地味なイベント初めてやった。ホタルを人力で倒して
駅回収して灯台の上に持っていくタイムリミットが10分ってのは謎だけど、短いな。10分経ったら何が起こるんです？イベント失敗。ちょっとホタル撃つのしんどい。あーっと待って、体力ね。な、野良の人もイベント加勢しに来たわ。お、3人でホタル狩るんかかな。カエルがいないんだよね、カエルが。うん、全然いない。ホタルばっかり来るんだよな。あ、ホタル湧いてきた。あと2分だけど。させろ。よし、回収した。パッパッと振り回してる。ちょっともう一回補充してこよう。ホタル飛んでる音はすんだけど、こんな情けないイベントで失敗するの嫌だけど。俺も嫌だけど。俺7個、あと12個で野良の人が追加してあと7個。ギリギリいけそうだわ。上からホタルを倒すぞ。クソ M すぎて当たんないぞ。クソ、当たったぞ。ホタルさ、草と同化するから分かんねえんだわ。死体が。あとちょっと ここに落ちてる。ここに分かる。ここどこで、なんかアイコン立てれないのかな。無理だ。マップにアイコンは立てれんだけどね。マップじゃ分かんないな。もう7個溜まってるんじゃない。あともう1分切ってるよ。しょうがない、7個溜まってることを願おう。ラストチャンス。9個、はい、勝ち。よし、なんと味気ない。あ、なんかいいものあんのかな、これ。ウイスキー、これ何？メモ。はい。なんかライフルを手に入れたっぽいんだけど。ね、反動吸収パイプボルトアクションライフル、これか。それもらってない。これは俺のもんだ。なんで、まあいいわ。なんかすごい音する。何、なんか大気センサーをしたらすごい音になった。おー、なんか金目のいる。何これ。うわ、何これ。え、誰、コミューン。誰。いや、仲間っぽい。おー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 、撃っちゃったよ。撃つなよ。え、何仲良くしてくれんの。賢きモスマン。賢き、本当に賢い人。いや、なんか話しかけたらなんかしてくれたんだけどよくわかんない。おお、悟りを感じました。何それ、わかんない。悟りを感じたの。え、なんすか。え、それだけ。通す。なんこいつ、だって撃ってもダメージ入ってないでしょ多分。入ってないっぽいね。うん、入ってない。ここはどこってテープがあるけど。中毒患者。この音声ってそっちに聞こえてる？聞こえてない。そっちだけど、あの中毒患者がね、空を飛んでるぞってなんかすごいことを言ってるテープ。中毒患者が空を飛んでるぞ。別の星にいるぞみたいなこと言ってるけど。
絶対この人じゃん。感じるだろ。みんなどこで。いやこのラジオ止めたい。お前らにも見えるよな。止めれるよ。止めれるの？どっかラジオできなかったっけ？あ、止まった。あ、勝手に止まったのかな。いや。あら。ちょっとさ、世界の頂上に行きたいんだよ。世界の頂上。だからまあこの辺かな。カスタムマーカーは映るよね、さすがに。映る。カスタムマーカーの方向に向かって一直線だ。うん。あ、ちゃんとこれ光り始めてるけど、モスマンまだいるよ。モスマン。なんなん？もう一回悟りを開いてるわけじゃないんだよな、これは。わあ。うわあ、ちょ、音が嫌や。何も来ないしな。賢いモスマンだった。俺のキャンプもちゃんと共有されてるっぽいというか、地点として登録されてるんだけどさ。されてる。見間違いじゃなければ何もなかったよ。ん？何もなかったよ、俺の建物。破壊された？何？あのキャンプのあのあれはあるんでしょ。アイコンはある。あの本体。うん、あるあるある。ね、立つってやつは全部ぶっ壊されたね、じゃあ。俺のハリボテすら残させてくれないのか。もうルラット、お前らはお食事にしてやる。なんだっけ、あの牛みたいなやついるじゃん。牛、ああ、なのダブルバラモスだっけ。バラ、多分バラモスかバラモンだったはず。そんな名前が。あいつのステーキがさ、うん、所持額20増加だったらしいんだよ。ああ。ファストトラベルできないときに食ってみたいなことができると。ステーキのどこにそんな効果があるんだろうな。よくわからんわ。まだ先か。結構遠かった。割と遠い。あの鉄塔何？明るいよ。なんだっけ、あ、スーパーミュータントだっけ。そんな感じのやついっぱいいた気がする。スーパーミュータントか。あいつらキャップとか火薬とか、うん、あ、火薬持ってんのは結構美味しい。分解して美味しい。随分雑な作りだな。うん、待って、スーパーミュータント、ああ、そうだ、あ、ほんとだ。バラバラにしてやる。バラバラにしてやる。10レベル。いいぞ。この武器の弾が有り余ってる。う、お、あ、レベル上がった。やった。このボードってなんかスーパーミュータントがよく持ってるじゃない。持ってる。最初名前聞いただけじゃ何のことか全然わかんないんだけどね、ボードって。それ武器だって知ったの衝撃だったわ。ただの木のヘラみたいなやつでしょ。そうそうそう、両手持ちの。最初それ使ってたわ。なんかめっちゃ撃たれてね。ただもうボード、あ、え、何あれ、すごいとこ立ってるよ、あのスーパーミュータント。あんなと、あ、王冠ついてるから、王冠ついてる。あいつ落ちてこないかな、こっち。ちょっと待って。あ、誰かプレイヤーがいるわ、鉄塔。プレイヤーいる？うん。一人プレイヤーがいるけど、体力めっちゃ減らされてる。助けてやろう。てか、そろそろ俺も使ってる、拾ったマグナム、リボルバーがぶち壊れる。あれ直したはずなんだけど、ショットガン直ってない。バーン。
から行ったぞ。あ、そう思って。まだいい。あ、いたいたいた。あいつ王冠か。あ、俺体力やばかった。いて。腕の骨が折れた。ちょっと回復。クソエイムが極まってる。王冠まだ生きて。生きてる。硬いな。ね。王冠何持ってる？あ、王冠ぶっ殺した。落ちた。え？王冠、おい。王冠。あ、いた。いた。え、でもなんかそんなにいいもの。しょぼ。しょぼいな。この建物に何かレアなアイテムあることを期待していいか。40、たま。この建物な。建物と呼べる代物かな。あ、重量走る。なんだ？まだいるの？あ、いた。死んだ。まだ残ってる。あ、ドッグフード。よし。まあ、ドッグフードに目がなくなってるね、今。これドッグフードが主な食料だ。お前は犬の飯でも食ってろ。まあ別に死体食ってもいいんだけど。いや、その一番その。プレイヤーのそのパラメータに一番影響をいい意味で及ぼしてくれるのがドッグフードがしたいってもうやべえやつだけど。いや、悪影響ないから、ちゃんと。うん、ここはもう特に、うん、何もなさ。あ、そうだ、腹減ってんだった。長寿。あ、飯なんかあったかな。ドッグフードある？いる？欲しい。はい。俺ドッグフードマジやべえ。ドッグフードマジやべえ。俺は持ってても 何も意味がない。いや、3倍ドッグフード3倍取れ、ね、あ、というか待って、ボブルヘッドタイマー付きじゃないやつもあるあったわ。実弾ダメージプラス 20% って強力だよ。めっちゃクソ強いじゃんそれ。何それ。ゲット。あ、ってか料理してもさ、腐ってんだよな飯。時間経つと腐るよね。結局肥料に。ドッグフード腐んねえから。そっか。あ、ここにレシピある。これ美味しいファイヤーキャップスフレ。なんだそれ。俺はない。なんだこれ。てかどうしよう、ね、クエスト開始したんだけど、ま、嘘。アタックオンタイタンみたいな人、死んだ。アタックオンタイタンって。どうしよう、なんか調理場がないと食える飯が、まともに食える飯がない。だけど俺ドッグフードは食いたかねえ。いや、いやケーキあるけど、いる。あ、ケーキ食べたい。捨てる。俺の足元。あとマカロニチーズ。あれ結構ジャンクなもの持ってんな。これ絶対全部拾いもんだろこれ。拾ったもんだよ。あ、美味しい。てか前この山のてっぺんでこの飛行機の残骸を見たんだけど、うん、なんか残骸にしてはやたら少なかったけど、ここにもあったんだ残骸。あ、この上にも入れんのかなこれ。引っかかる。いけるよ。あ、つうかクッキングステーションあるやん、ここに。ある？あ、料理したい、うん、今だってね、作れるだけ飯作るけど結局腐るからな。俺は腐らない完全食を。いや、ただし生産はできないだろ。できないけど。
よし。いやだって今ドッグフード何個持ってんだろう。25個ある。めっちゃ持ってるやん。ドッグフードこれ37%回復だし、体力75%時間で回復するし。強強強い。グレネード、あ、紙ある。あ、フラグ強い。水ん、何これ、ちょっと待って。武器庫の鍵を盗んで、それを私の部屋の植木鉢の下に置いた。植木鉢ね、ここなの。植木鉢なんてないよな。ちょっともう一回見るよ今の紙。私の部屋としか書いてないからわかんないな。姉さんって誰だ。誰だまあどっかなんか植木鉢あったら植木鉢の下見てみればいいんじゃない。そういう、なんかホライゾンズレストでしょ。どっかの町の名前だよ。本当に？まだまだ聞いたことあるもん。まだまだ行ったことない町が多すぎてさ。ホライゾンズレスト俺聞いたけど、どこだ？わかんない。まあ、そのうちそのうち着くしょ。あ、ここ脳みそキノコ生えてる。お味噌キノコって、ね、確かにそうなんだけど、確かにそうなんだけどね。なんかやだなんかやだというか、 なんだろうこの飛行機とは思えないこのケーキの少なさ本当に、あれ世界の頂上さ登る最中やべえのいなかった、うん、どうだろう。特にはうっそ、ああ空に飛んでるやべえやつなら見かけた空飛んでなかったな俺みたいな。空飛んでなかったかちょっと名前がね、軽く中二病のやべえやついたんだよなそれは分かんないなマジか。待って、待ったミュータントのなんか強いやつよ。いる？どっかにいる。16、あれかな。16? あ、16だったら、あ、いたいたいた。ハイドアタックかければ2倍で入る。その飛行機、世界の頂上クエストでまた来ることになるんだよな。あ、そうなんだ。待って、このミュータントやっちゃおう。あー、これあれだ。重たい。あれ。タレットがあるからね。タレットついてるからうぜ。ここで一回お亡くなりになったから知ってるよ。タレット2個を壊した。すげえ、プレイヤーが1人いるだけでも相当楽だこれは。ね、1人とは全然違う。こうダウンしちゃって他のプレイヤーが近づいてきたんだけど、うん、そのプレイヤーもお亡くなりになっちゃったから、はい、かわいそうに。お、まだ16が倒れてない。まだ、あ、ボスか。どこにいる？中、硬い。中に入ってんのか、そいつは。硬いよ。結構いい武器使ってんの。ちょっと待ってね。俺のお気に入りの武器を。これだ。何？お物消毒。それが話していた。ああ、燃え燃やしすぎ。火炎瓶。よし、もう死ぬべ勝手に。よし、危険なやつだ。わわ、なんかちょっと放射能がさ、あ、この人型のあれ。そんなにいいもの持ってないけど、ちょっとバットもらった方。作業台あったらこれ全部持ってって解体したいんだけど、ないかな。バット、ここはなかったと思う。デスクローの皮入ってる。あ、いっちゃった。あ、デスクローなら前作で見かけてるけど、はい、あ、この辺もなんかあれか、無造作に出てくる感じか、デスクロー。うん、俺デスクローにこう殺された。デスクローは死ねるわ。
やったら強かったもん。そのフォールアウト4にはね、果てしなく北の地域に行けばもうデスクローしかいないようなところがあってね。やべえよ何それ。しかもなんか放射能対策しないと常に放射能ダメージ食らうっていうすごいところだったから、えぐい。あ、頂上まだ先か。あ、これを登るってことね。